カサネ、そろそろ起きてくれる？はい。どうやら周王に非常事態宣言が出たようなんだ。様子を見に行ってみよう。カレンが動いたのかもしれない。ハルカの様子も気になるし、はぐれたルカがどうしたのかも心配だわ。周王に行けば何かわかるかもしれない。カーツ、シデン、あなたは誰の？ぼ、僕のことはいいよ。ああ、そうだったな。シデンはカレンの側につこうとしていたんだったね。一応、気づかないふりをしてあげていたけれど、シデンはどうするの？僕は…僕だってどうしたらいいかわからないさ。カレン連隊長、カレンを信じたのに、クナドで攻撃されたんだぞ。私たちと一緒にいたから裏切られたと思ったのかしら。僕もカレンに一言言ってやらないと気が済まない。一緒にスオーに行く。わかったわ。それじゃあみんなでスオーへ行きましょう。重点是他刚刚那个台词很好笑。我也不知道该怎么办。快被吸进去。重ねの役に立てたなら本望よ。我也要被吸进去了。分からないことがあったらいつでも何でも聞いて。他那个除了字不一样，那个画面完全一样。冷蔵庫からコーラを取ってきてくれないか。別に構わないけど、嵐が自分で取ってくる方が早いと思うわ。私がカロリーを必要としているのに、超能力でカロリーを消費したら本末転倒だろう。安心したまえ、借りはいつかちゃんと返すよ。怎么冰箱在那里？未定だが。这个比我还废。三三，你干嘛打兔兔神？シデン、何をしているの？重ね、別に何もしていない。隠すぐらいなら誰にも見えない場所でやったら。人形相手に何してるのかって気になって仕方ないわ。いつから見ていた？さっきからよ。それどんな意味があるの？お前の指図を受ける義務はない。違うわ。気安いおしゃべりとかいうやつよ。私たち同じ部隊の仲間でしょ。仲間はそういう話をするんじゃないの？気安いおしゃべりか。これはバッキーちゃんと言って。知ってるわ。ナオミも大好きだし。流行っているからとうちの親に押し付けられたんだ。僕は全く知らない。いつも刚好会有这个剧情。だったらどうして？お前のせいだ。え？お前に一騎打ちで負けたせいで、両親がしつこく励ましのメッセージを送ってくるんだ。負けたことを家族に話したの？話すわけあるか！しばらく返信をせずに放っておいたら、状況を察したのか、すごい頻度でメッセージが来るんだ。しかもとうとうこんな人形まで送りつけてきた。自己太刚好了吧。元気づけてるつもりなんだろう。万代是不是知道这个头套？大家都会给他戴呀。だから返信が億劫で、メッセージの着信を見るだけでイライラしてきて。ストレス解消で人形に八つ当たりしていたということ。そうだよ、悪いか。周りに怒りをぶつけるよりいいと思うわ。なんだ、ずいぶん物分かりがいいな。何の音？元気にしてますか？最近連絡がないから心配してます。お母さんもお父さんもシデンちゃんの味方だよ。シデンちゃんの強さはお母さんたちが一番よく知ってます。頑張れ、負けるな。返信待ってます。それじゃあね。見たか？悪いけど見えたわ。いいお母さんね。いい大人に毎回こんなメッセージを送ってくるんだぞ。いつまでたっても人を子供扱いして。
わざわざ端末でやり取りしているの？お守り代わりにって無理やり持たされているんだ。一般人と違って脳内で受け取れるのに本当に面倒な親だよ。あなたがどうしてそこまで反発するのかわからないわ。家族からの励ましが嫌なの？ありがたいとは思っているさ。でも期待に応えたくて努力しても結果が出ないことはあるんだ。そんな時に頑張れと言われ続けると自分の力不足を責められているような気分になる。随分と甘えているのね。なんだと？私は幼女としてランドール家に入って以来、両親から励ましのメッセージをもらったことなんて一度もないわ。境遇を比べるつもりはないし、どちらが幸せかなんて一概には言えないけれど、私から見ればあなたはとても恵まれていて温かい愛情を受けている。羨ましいとすら思うのに。お前の境遇も考えず勝手なことを言ったな。悪かった。でも僕に家族の励ましは不要なんだ。両親は僕がどれだけ無様な失敗を犯しても褒めてくれる。それじゃ実力の測りようがない。上にのし上がるためには客観的な第三者に認めてもらわないといけないんだ。家族から愛されているだけじゃ不満なの？そこまでして認められたい気持ちは私にはよくわからないわ。ああ、わからなくて当然さ。勝負に勝ったお前からすれば僕は劣った存在だからな。何年も必死に訓練してきたのに入隊1年目の新入隊員にあっさり負けるなんて、みっともないにも程がある。真的这段蛮棒的，有点感动。陰で僕をバカにして笑ってるんだろう。バカになんてしていないし笑ってもいないわ。他人に認められたいという気持ちがわからないだけよ。もしきちんと説明してくれるなら理解できるよう努力するわ。理解する気があるのか？そう言っているじゃない。僕は忙しいんだ。お前にいちいち説明してやる義理はない。試練も随分悩みを抱えているのね。やっぱりいろいろ話してみないとわからないものだわ。それにしてもコミュニケーションって難しいわね。評価、嵐、試練、カゲロウ、以上5名は01招待として再編成されました。体調は重ねよ。頑張ってね。早速だけど01招待に任務が与えられているわ。嵐、なんでこんなところで寝ているのよ。サスのチェックをするって言ってなかった？嵐はただいまメンテナンス中です。サービス再開までしばらくお待ちください。サボり、そんなグデッとして。まさにグデアラね。なんとでも言え。人は十分な休息を取らねば働けないんだぞ。休息ね。そういえばそろそろ食事の時間だったわね。なるほど、道理で腹が空いていたわけだ。私にとっては厄介なアラート機能だよ。空腹も面倒ってこと。さすがね。嵐もお腹が減っているなら一緒に来る？そうと？いいか新兵、よく聞きたまえ。町は危険がいっぱいだ。怎么跟我一模一样啊。下手をすれば一般市民に取り囲まれるし、カラスどもにはつつき回される。ファンとマスコミか。有名人は辛いわね。だけど結局はそれって面倒と思った。わざわざ出なくても支給品のレーションで十分だ。必要最低限、過不足のない栄養摂取、素晴らしいだろう。やはりコーラは最高だな。これぞ至高の飲み物だよ。そう、よかったわね。ところでこのレーションしょっぱくない？そうか。全体的に濃い味付けならわかるけど、塩味だけが立ってるのはバランスが悪いわよ。ほん、意外だね。カサネも私と同じように
味など頓着しない方だと思っていたよ。ごちそうさま。よし、面倒な食事も終わったし、そろそろ麻烦的用餐。ようやく仕事する気になったみたいね。ああ、そうだ、カサネ、今日レーションをおごった分、後で仕事を頼むからよろしく。仕事？いや、さっきのナオミとの話を聞いていると、カサネは義理がたい性分らしいからね。守られたら守る、つまり今回で言えば、おごられたらその対価を返す。そうじゃないと居心地が悪いだろ。君のことをおもんぱかってのことだよ。仕事の内容は後で詳しく話すとしよう。では失敬するよ。あ、ずるいわよ嵐。まさか嵐おごるって言い出したのは最初からそのつもりで。さすが嵐、筋金入りのサボりまね。やられたわ。